こんにちは、やがみです。ということで、移動になったんで Vlog やっていきたいと思います。6月最後の週末ですよ。今日と明日で土日でもう6月も終わり。ということで、今日の名古屋はね、めちゃくちゃ暑い。今、車の温度計は33度ですよ。めっちゃ暑いわ。ということで、ついにさ、決算が完了したんだわ。もう疲れた。疲れたって、ほぼもう最終的には、税理士さんがやってるんだけどさ、まあそれに必要な書類を出したりどうのこうのとかっていうのは終わった、とりあえず。ということで、今期のうちの会社はですね、俺なんかまあ今年は黒字だもんでとかって1ヶ月2ヶ月前に言っとったでしょ、やっとる最中に。でいざこう詰めてきまして、いろいろやってきますと赤字でした本当だわ。もうまあそりゃそうか、まださ、まだきついわ、本当に。ほんでさ、やっぱり、まあ、決算書ができてくるでしょう。それ見るとなんかあるでしょ、バランスシートとかさ、BL?BC? バランスシート。BS か。BS とかさ、PL とかなんか、甲子園の名前みたいな、PL 学園みたいな、なんかよくあるでしょう、決算書の。俺もさ、全然わからんかったの、そんなの。もう適当にさ、10年ぐらいやってきて、で、まあこれ13年か14年目なんだけど、株式会社やって。去年目覚めたじゃんね。俺は経営の能力が全く足りんとか言って。ほんで、去年、もうそこも頑張るとか言って、まずは社長の会みたいなの入って、で、いろいろ勉強し始めて、ほんで経営のことを考えれば考えるほど俺何がしたいのかよくわからんくなってきて、まあとりあえずちょっと考えるのやめようとかなんか思ったりとかいろいろしたわけで、ついにまあそうやって勉強し始めてから、こうまた新しい決算書が出てきたわけで、まあ今期は赤字ね。だけどやっぱりさ、それを知らんと、その決算書を見て説明書だと思って、それをちゃんと分析して、自分なりにここは削らなかんなとか、ここは上げなかんなってやらんと、俺は経営者失格でしょ。っていうか、それが経営者でしょ。俺今までさ、経営者ってさ、金借りることだと思ってたもんねまあどっちかっていうと、俺も経営者っていうよりも現場主義っていうか、自分が働いてなんぼみたいなところが、まあ全然抜けきらないから、そのお金のこと、まあ、どういうふうに、何営業を回してったら利益が出るとかっていうのを考えて、で、そこに必要なお金を用意したりとか、こうやっていくのが経営者じゃん。だけど俺はどっちかというと、俺は経営者だとか言って、俺映像作るぜとか言って、店立つぜとか、なんかバー営業やるぜみたいな、なんか経営者っていうよりもプレイヤーなわけですよ。これ前も言い方わからんかった、それのことなんて言うんだろうとかって言ってたけど、そうそう、そのどっちかっていうと現場に立つ経営者なんですよ。そうだけど、その決算書の見方とか、自分どこの会社が何がいかんのだとか、何が必要だとか、これからその数字にしていくためには何をしていかなあかんだとか、それをなんか考えて実行していくのが、まあ真の経営者でしょう。で俺は今真の経営者になるためにさ、勉強しとんだわ。そうだから言ってみりゃさ、じゃあ経営の勉強もしとるんだわって言いつつ、ウェブマーケティングの勉強もしとる、またやろうとしてるでしょ俺、いろいろ。だから本当はそれを社員にやってもらったりとかしないかんのだけどね。だけどまあどうしてもやっちゃうわけ、やりたいんだろうね、多分やりたがりなんだねだからまあそこはまあいいんだけど、でまあいよいよ決算書が出まして、ほんでさ、まあなんかちょっと勉強したでしょ、その PL なの BL なったっけ、もわからん、それすらわからんけど、それ勉強したでしょ。でそれを元にさ見てったわけ。そしたらさ、まあ売上に対してさ、家賃が何パーセントみたいな話とかついこの間もしたでしょ。だからこの家賃で授業やっていくんだったら、いくらは売上いるとか、こんだけの人間を雇ってたら、こんだけは売り上げを上げないかんと、この家賃とこの人件費だったらこんだけはみたいなあるでしょ。でそれをさ、数字でさ理解するためにさ、なんか
例えば家賃の総額あるでしょ、うちだったら1000万円ぐらいでしょ、家賃がその1年間で、で1000万だとして、で売上が税抜き4400万ぐらいだった、4500万ぐらいだったのね。ほんでそれを割るんだって、1000万割る4500かける100ってやると、それに対するさ、売上に対するさ何パーセントかって出るじゃん。でそれは人件費とかもあって、でなんか売上高人件費なんとかっていうのがあって、それも同じ数字で割ると1500万ぐらいを4400万で割ってかける100ってやると35%とかになるわけ、その売上に対してかかってる人件費っていうのが。でいろんな業種によってそれは違って、そのなんか経済産業省かなんか知らんけどさ、なんちゅうの、なんとか売上高人件費のその業種によってそれは違うじゃんね。そういうの平均値っていうのがあるわけで、例えば製造業だったら 10. 何パーセントとかさ、なんかいろいろあるわけ。え、 10. 何パーセントにしないかんのって思ったら、例えば今1500万ぐらい人件費で払ってんだけど、まあ10倍でしょう、 10% ってことは。だから売上が1億5000万ないと今の人件費は、え、そんなと思って、俺はいかんわと思った。でも今の人件費で1億5000万なんて無理だろうとかって思って、でいろいろ調べとったら、それは製造業とかなんか通信業とかなんかそういうのは 10. 何パーセントなんだけど、でそのなんとか人件費、売上高人件費だったかな、が一番高いのはやっぱ飲食業とかだったんだ。飲食業ってやっぱ人件費がかかるんだって。でそれで見てたらなんか平均が 27% って言ったかな、その飲食業の場合は 27% ぐらい、売上の 27% が人件費にが 27% に収まってれば、まあ一般的らしいんだわ。まあそっから下げて何パーセントっていうのを下げていく努力をするのが、まあ経営者の仕事なんだけど、うちさそれが 35% でしょ。結構さ、こう 27% 平均で 35% で、まあ 8% ぐらい平均値よりオーバーしちゃってるわけでしょ。じゃあ 8% は売上を上げなかんでしょうみたいな、なんかそういうことを考えていくわけですよ。だけど4000万の 8% って320万でしょ。とりあえず年間の売り上げを320万上げりゃそこはいいのかなと思うんだけど、でもそうしていくと今度仕入れが上がっていくでしょうとかさ、もうなんかそういうのをやっていくわけですよ。なんか考えていくわけですよ、真の経営者っていうのは知らんけど。ほんでまあ、真の経営者だもんで、俺そういうのをずっと計算してったら、家賃がさ 30% ぐらいでしょ、売上に対して。ほんで人件費がさ、さっき言った 35% ぐらいでしょ。その時点でさ、なんかもう 65% も使っとるでしょ。あと 35% しかないでしょ。でその中でこうやっていくと、仕入れが 10% ぐらいとか、うち結局さ飲食店だけどさ、場所代とかそういうのがあるもんでさ、まあそれが家賃に行ってるって思えば、その飲食の仕入れはだいたい5、600万ぐらいだったんだわ、年間でね。でそうするとまあ 10% ぐらいでしょ、仕入れが。ってなるとあと 25% でしょみたいな。でそれでどうのこうの計算していくと、もうその何パーセント何パーセントっていうのが足していくと 100% を超えちゃってるから赤字になるでしょみたいなのをさ、決算書見ながらやっとったわけだから、まあ売上を上げてかなかんっていうのもそうだし、経費をそういうなんか正常なあれに戻してかなかんっていう作業もそうだしって考えとったら、まあ店がさあるからさ、何個もそれを一個一個で考えてかんといかんなと思って、会社全体でやっとったらちょっとよくわからんことになってくるもんでさ、こう一個一個の店で、じゃあこの店は人件費で何パーセントかかっとるとか、仕入れで何パーセントかかっとるとか、家賃で何パーセントかかっとるとか、なんかねそういうのをね
やるんですよ。真の経営者だもんで。もう本当にガチの経営者からしたらさ、お前何言っとんだっていう動画だと思いますけども、まあ本当にそのレベルで今一生懸命やってるわけですよ。だからまあちょっと舐めとってさ、まあ税金とかいろんなことがあるからさ、この間のその締めた木はさ、社会保険料のなんかコロナ禍でちょっと猶予してもらった分をアホみたいに払ったりとか、いろんなことがあったもんで、まあちょっと赤字になっちゃいましたけど、次いけるんじゃねえと思って黒字とは思ってる。だけどそこを黒字達成するためにやっぱ売り上げ上げなきゃいけないし、その削るとこ削らなきゃいけないしっていうのを、このなんかちゃんとさ、決算書をちょっとだけ読めるようになったもんで、その辺をなんかちょっと見ながら頑張っていきたいと思いますよ。だからちょっと黒字になると思ったけど、余裕で赤字だったもんでさ、まだ40代からの人生逆転、赤字から脱却できるかみたいな、この YouTube のさテーマはさ、そのままいけるわ。黒字じゃないから。ということで、最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。